宝泉寺は、群馬県桐生市梅田町にある、総統州の寺院である。三号は、生山。本尊は、釈迦如来。揺らしの菩提寺である。回帰の揺ら成重の墓は、指定史跡に、本堂、三門、林蔵、凡章は、指定重要文化財となっている。揺ら成重は、天正元年に、被釈山城を攻略し桐生市を滅ぼした。 天正二年に、気流に入部し法選寺を建立した。天正二年気流上主由良政茂公は、名田桃石余りと共に、直士門の備わった画乱を創建し、自らの母大所として、気流山法選寺が解散した。朝廷より賜った、直士号、全士号を冠する構想であり、二世木の、創左善寺は、後年、室中の方だからと共担される。 無中問答や濃筆な墨石で知られる学徳剣美の傑僧であり、三世大縁門、鶴山となおは学僧として巧妙で、永平寺二十世紀の十字に新参した。この頃の宝泉寺では、常に四十人余りの雲水が三千修学し、共同を受ける一大道場だった。十六世四道勘牛禅寺は、宝泉寺版消防現像をはじめ、 宗門史上貴重な競技を数多く残し修学の師として仰がれた。25世、牧山金永禅寺は大本山総寺寺独王三世に申請されるなど多くの瞑想を輩出している。地域は周囲を豊かな自然に抱かれ四季折々の佇まいの中、静寂館な緑院の別天地が形成され、東人白山の法王姫舞仙人遊楽の霊地なりから、 次号を、宝泉寺都市、随調の帰結から三号を、桐生山とした。ありがとうございます。